はいどうも、寺子あたり、寺子さでございます。今回はですね、FP3 級社会保険について語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。社会保険の種類は5つあります。医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険というものがあります。医療保険は、病気になったら3割負担などの保険ですね。介護保険というものは、 ご両親や自分が介護状態になったときに適用される保険です。年金保険というものはですね、えー、定年退職した後にですね、えー、サポートを落としてですね、支払われるお金というところでございます。で雇用保険に関しましては、えー、事業所に就労している労働者がですね、失業したときなどに支払われる保険、それが雇用保険です。 労災保険というものは、労働中に何かの災害によって怪我した場合に支払われる、えー、保険ということになります。で、社会保険制度は2つありまして、えー、職域保険、いわゆる、えー、事業所、企業にですね、就業している労働者に、えー、提供される保険、それが職域保険ということでございます。 費用されていない、いわゆるです、ねえー、自営業の方に対しての保険が地域保険というものになります。で、その職域保険と地域保険によって、社会保険のお 5, 5つの保険はどういうふうな適用がされるかということなんですが、職域保険、いわゆる、えー、皆さんの言う,社,言うです、ね、社会保険というものに関しては、 医療であれば健康保険、介護であれば介護保険、年金であれば厚生年金保険、雇用であれば雇用保険、労災であれば労働災害保障保険というものに加入することになります。で自営業の方あー、もしくはアルバイトの方あーなどは地域保険というものに入ることになります。医療保険であれば国民健康保険、介護保険は同じく介護保険。 年金は国民年金という保険にあります、えー。自営業の方が多いので雇用保険は支払われることがありません。ただ、アルバイトの方も一定の条件を満たせばですね、えー、雇用保険に入ることができます。あとは、えー、労働災害保障保険というものが、えー、国民健康保険に関しては、えーま、労災保険と。 いうような形でで、えー、入ることができます。特別加入という形で、えー、入ることができますよと。ということで、まずはその職域保険、地域保険の中の、えー、社会保険制度の5つ、医療、介護、えーですね、年金、雇用、労災というです、ねえー、ものが保険されますよと。 えー、いうところをです、ね、覚えていただければと思います。次回からはですね、公的医療保険についてもっと詳しくですね、やっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。ではまままたたお会いしましょう。またね